はい、自然農法果樹園 II ファーム飛田智子です。今あのお客様と一緒にロケットストーブを作っています。このロケットストーブは、アウトドアでその時作って帰る時には壊して崩して土に戻せるロケットストーブです。あの段ボールで滝口とヒートライザーの原型を形作って、その周りにこうやって土をお水で練ったものをペタペタくっつけていきます。でこれをまた土を、戻してお山にして作っていきますね。はい、続きは続編で